はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日も引き続き、カムイスポーツ所沢店さんに来ております。お願いします。ありがとうございます。はい、ということで、最初の動画で、言った通り、キャメルが熱い。ということで、今回はカムイさん一押しのキャメルグラムタッチを紹介していこうかなと思います。ジョーダンが Z か。で、アシックス、Z、アシックス、アシックス、Z、Z、SSK、ゾナックス、SSK と Z が多いイメージ。そうですね、まあで、普通の公式コーナー行けば全然水野さんも、はい、ありましたし、逆にちょっとじゃあもう最初これから紹介していっちゃおうか。はいはいはい、はい、ジャナックスのトラスト X のキャメルのグローブとなっています。これ一応あれなのかな、ジャナックスさん的にはクリームブラウンキャメルとかって表記じゃなくて、カラー名称はクリームブラウンっていう、カラーリングになります。で、これが外野手用で片付け済みのグローブとなっています。これはプロ野球選手を担当するメーカー担当者片付け済み即戦力グラブということで、メーカーの方が片付けしてるので、そのグローブに合った、ちゃんと合ったグローブを、作ってくれてる、片付けしてくれてるって言ったような、グローブになります。で、まあ大きさ的にはちょっとでも長い感じはする。こうで、ここの土手ポケットも比較的こういうポケットかな、こういう奥行きのあるポケットっていうよりかは平らめに奥行きのあるこういう風な、ポケットをしています。で、ウェブがザナックスさんおしゃれですよね。ちょっとこういう風に砂時計が立ってたらいいのかな、ちょっと上と下が広がってて真ん中がほんのちょっと狭まっていかないぐらい、まあほぼ一緒だけどっていうような、グローブとなっています。これなんか大井さんの片付けっぽい感じがしますね親指反ってるからっていうような、はい、感じですね。で、逆巻きになってて、指股はでもないというような、グローブとなっています。で、紐がこれは普通の黒ブラック、の、外野手用グローブとなっています。まあ、ちょっといやでもそんなでもないな、 重さも外野手用にしたら普通ぐらいなのかな、そんながっつりした重みも感じずっていうような、すごい守りやすそうだなっていったようなグローブとなります。まあ、ザナックスの、キャメル系グローブって結構、まあ、あんまりないのかなっていうのはそんなに僕も見たことなかったので、今あれ珍しいのかなと思います。で、まあ、さっきちょっとお値段は出しちゃいましたけど、47,520円だよね、税込みで。まあ、5万円切って、ザナックストラス X の、グローブが買えるんだったらめちゃくちゃお買い得なのかなと思います。はい、じゃあ次行きましょう。続いては SSK の、一応キャメルコーナーにあるっていうのは紐ベースですね、が白じゃないんですよ、キャメルなんですよ。キャメルって確かブラウン系統の色なんで、こういうカラーリングのグローブでも高校生は使えます、いったようなグローブになっています。で、これが内野仕様で親指側ラベルのプロエッジのグローブとなっていて、ちょっと浅めかな、見た感じ若干浅い気がする。手も奥まで入らないし、この窓も狭いかな結構っていうのは、まあ浅く、両手でしっかりと取るような、感じのグローブの感じがします。まあちょっと片付けしてったらどうなるかっていうのは、これ今まだ片付けされてないグローブなので、ちょっと分かんないですけど、この辺がやっぱりすごい広く感じるような感じのグローブです。全体キャメルだとやっぱ汚れって目立つじゃないですか。なんで、まあ、内野手とかだったら一部こういった色にしてカラーリングを楽しむ、で汚れもなるべく目立たなく黒なんでできるっていうのは、まあ、SSK さんの解釈がおしゃれだなっていう感じがします。ちょっと革が違うんですよ、当て革みたいな補強がこうしっかりとされているので、まあ、あの柄もついてる革なので、すごく、まあ、こういったところでのおしゃれもできますし、耐久性も上がっているよっていったような、グローブです。お値段が、50,490円税込みで、これもやっぱ公式のプロエッジが5万円という点では、まあ、こういったカチッとしたキャメル系のグローブが買えるので、ぜひチェックしてみてください。これもさっきの SSK さん、内野手用と一緒なんですけども、外野手用もあります。これも SSK さん特有のこういうウェブなんだけど、紐ついてるようなウェブで、オーソドックスな大きさかな、ちょうどいいぐらいの外野手の大きさとなっています。じゃあちょっと Z さんからはファーストルックでやっていこうと思います。はい、これがキャメル、オールキャメルですね、本当にオールキャメルの Z さんのファーストルックになります。これウェブ、クロスウェブですよ、あんまり見ないですよね、やっぱ2ピースが結構見ること多いと思うんですけども、これは、クロスウェブのキャッチャーミットとなっています。うん、
形的にはちょっと大きめ、若干大きめでめちゃくちゃポケット深いですね。ここまでポケットって感じ。普通まあこの辺で撮るイメージがあると思うんですよ。なんだけどもうウェブ、本当にウェブがこうがっつりへこんでるんですよね。こっちから見れば分かりやすいから、ここからほらめちゃくちゃ深いポケット、軽い、やばい、どうしよう。Z さん、芯が厚いだけで別に皮自体はそんな厚くないんですよ。なんでそういったところでは、まあ、軽さを出せてるのかなといったような感じです。まあ、キャッチャーミットもオールキャラにはあったりとか、キャッチャーミットの中にも黒キャメル、さっきの、SSK さんみたいな感じのだったりとか、赤キャメル、こっちも派手ですよっていうような、キャッチャーミット。 Z さんもいろんなカラー展開を出しているので、まあ、多分探せばこれのオールキャメルもあると思うし、いろいろ出てくると思うので、まあ、ぜひぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。でお値段の方が、59,400円、税込みで59,400円となっています。これもね、5,000円くらい割引かれてるんですね。高いなと思った方いるかもしれないですけども、ただでさえ少しは割引かれているようなところになります。はい、じゃあね、最後アシックさんなんですけども、これは目玉です。見たことないですか、これ。これぐらいの穴だったね。開幕した時にちょっと話題になりましたよね、これ。今日も投げてるんですけど、大谷投手っぽいやつ。モデルとは一応書いてないんで、あれなんですけども、まあもう、ほぼモデルと言っていいだろうといったようなグローブですね。まあバックスタイルもちゃんと大谷選手のバックスタイルですし、なんといってもこれですよね、ウェブ。外野手用をそのまま投手用にしたっていうようなグローブですね。なんで、ちょっとまあ普通の外野手よりかはもちろん小さいですけど、でかいです。完璧な縦型のグローブですね。これ欲しい人すぐ買うんじゃない？高校生とかにも人気出そう。ピッチャーと外野手によるん、どっちもだから、どっちもだから投手交代の時にも速攻外野いけるんで、めちゃくちゃいい。ちょっと外野手にしてはちょっと小さいけど、まあでも全然球場範囲内の大きさではかなといったような感じです。でこれ投手なんですけど逆巻きなんですよね。やっぱ外野手用っていうのも含まれてるのかなっていうのがあるので、これはすごいおって思いましたよ、見て。まあそれは今までやっぱ大谷投手モデルってあの2ピースのピッチャー専用っていう感じだったんですけども、これ使うことによって、まあ、さっき言った通りちょっと小さいですけど、まあ、外野手用もできるし、なんせおしゃれだしね。こんなところに刻印が中に入ってるパターン、そう、アシックスの刻印が中に入ってる。これは見たことなかったんだよ、ここに。これは、まあ、実際さ、これで今球種何やってるか見えないでしょ。見えないです。大丈夫だって。ちょっと相手はいるけどね。っていう点で言うと、まあ高校生欲しい人めっちゃいると思う、本当に。僕、神さんですか、このグループまだ見たことないので、ぜひぜひ気になった方は神さんに来れば購入することができるので。でしかもね、やっぱキャメル売り出してるので今まだ流行りですし、ぜひぜひ気になった方は、チェックの方をしてみてください。はい、ということで本日は、カムイスポーツさん一押しのこちらキャメルグローブ、紹介をさせていただきました。いろいろ本当に、まあこれ以外にもさっき言った通り水野さんが揃ってたり、まあ紹介しなかったですけど、ずっと源田選手モデルが、あったりとかっていうのがあるので、まあ、各、メーカーさんいろいろなキャメルグローブ出してますので、気になった方はチェックお願いします。で概要欄に、カムイスポーツさんの、インスタグラム等々の URL ありますので、そちらの方もチェックフォローの方もお願いします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。Yeah.